まあ、いつもとはこうやっぱり出場する選手 の、 層が厚いといいますか、そうですね、ランクの高い選手ばっかりなので、まあ、その点は少し緊張はありますけど、まあ、やることはいつも通りの節と一緒なので、まあ、平開催と同じようにやっていこうかなと思ってます。初日をしっかり走り切って、予選突破して準々決勝に行けたら一番いいかなと思ってます。やっぱり自分としては冬場の方がタイヤもグリップしてくれるので、こうアクセルを開けやすいかなっていう面はあるんですけど、まあ、この G1 みたいな大きな大会になってくると自分 の、 ハンデ1だと逃げが多いので、そういうことをトータルで考えたら夏場の方がこう戦いやすいかなっていう面はあるかもしれないですね。もともとこうチームノリックのチームで走ってて、阿部光雄さんの元で走ってたので、その時からの教えはもうその身につけてるどこでもいいからどっかに星をつけろというふうには言われてて、まあ自分の星っていうのはトレードマークにしてる部分もあって、ヘルメットにも大きく星は記載させてもらってるんですけど、星はどっかしらに入れるようにはしてます。はい、頑張ります。はい。